でこんにちは名古屋産業大学の瀬です、えっとまあ、今日も教科書から山上容疑者が安倍首相を殺害をした件について彼が、えっとあのえー、ルポライターの人に送ったとされる手紙が発見されてその内容が公開されましたのでちょっとその件正確にお伝えをして考えてみたいと思います。 は思います産経新聞に全文が出ております。えっとまあ新聞によってはメディアによってはそ何て言いますかね都合のいいところだけ切り取って彼はこう思ったんじゃないかこう考えたなたんじゃないかこういうのはちょっとけしからんとかねそういう言い方をしておりますけどえっとあの41歳になるえっとあの母を、えー、統一教会9ですね。 にまあ奪われて家庭をめちゃくちゃにされて自らも多額の借金を抱えてもう行く道なしというまあ塞がった状態の中でまあ自分の死を選ぶがごとく安倍元総理を殺害したその心理状態といいますか状態を私は検事や警察ではございませんのでねまあ1 えー、同じ母を持つ、まあ、子供としてこの手紙をちょっと読んでみたいと思います。まあ、あの2月に私の母も他界しまして、えーまあ、母のから受けた愛情については人、ね、一,一倍感じてる方でもし私の母親がこんな形で多額の借金をして、えーまあ、家庭をめちゃくちゃにといっても本人はその意識はないでしょうが あもしそのような状態になったとしたら私はどう行動するだろうか同じようなことをしたのかもしれないですねまあそれはあの、えーまあ、余計なことなんですがちょっと手紙を読んで、まあ、いろんなことを言うわけですね評論家の方は自分たちに都合のいいようにこの解釈をするとはい、えー、ちょっとそこにブレーキをかけたいと思います、えーまあ、何かブログで山上 えー、哲也容疑者がこのルパライターの方にねブログで知り合って23何か意見交換をしたようなんですが、えー、ご無沙汰しておりますということで始まって、えー、まだ足りない。 として、まあ伝のブログに書き込んでどれぐらい経つでしょうか、まあ、2年ぐらい前の話なんでしょうかねまだ足りないとはちょっと意味がわからないんですが、まあ、私はあの喉から手が出るほど銃は欲しいともう既に書いていたわけですね、まあ、あの時からこれまで銃の入手に費やしてまいりました、えー、敬語を使ってますねでその様はまるで生活の全てを偽共 救世主のために投げ打つ統一教会運、うん、方向は真逆,真,逆真逆でもよく似たものでもありましたとだからこの、えー、統一教会に入れ込んでマインドコ,コントロールされた、まああのえー、信者と、まあ、逆の方向だけども,もうそれはよく似たものでありましたということでこの殺意をね 明確にこれが波々なあるものだということをここで冒頭え断っていますねで私と当日教会の因縁は30 年前に遡りますとえー、っと、えー、っと、ということになると、11歳の時に、まあ、問題が起きたということになるんで、その頃、母の入信から億を超える金額、金銭の浪費、家庭破壊破産、この経過と,とともに私の10代は過ぎ去りましたと。はい。えー、41-30、11歳。 え小学校の頃でしょうかね、もし私が小学校の時代に母がえこんなにもうとにかく家庭を顧みずということになったら、その時どういう意識が形成されていったのか,はかる、えー、はかり知るすべもありません、はい。その間の経験は私の一生を歪ませ続けたと言っても過言ではありません。まあ、これは推測するに私も そうなっていたで、しょうねで個人が自分の人格と人生を形作っていくその過程、一番大事な時期です。そにそので、私にとってはそれは、親がこう、家庭を何とも思わないゆえにはける嘘、こんなことが、まあ,あ、口論とかね、親子喧嘩とか、なんか、近所の人がね、大声で怒鳴っているのを聞いたとかいう証言もございますね。で、止めるすべのない確信に満ちた。 ままで言ってますね故、えー、に終わることのない衝突、えー、その先にある破壊もうめちゃくちゃになったということをこういう表現で言ってるんじゃないでしょうか、えー、世界中の金と女は本来全て自分のものだと言って疑わずその現実化に手段も結果も問わない、ねえー、自称荒人神だともうなんて言いますか最,最高級の像の言葉で。 表現をして、えっとまあ、この言葉というのは、本当、あれですね、また申し上げますが、えー、本当にあのすごい表現だと思います。で、まあ、私はそんな人間、それを現実にね、神とあがめる集団、統一教会ですね、それが存在する社会全体、まあ、これはまあ韓国、アメリカ、日本、その他。 世界中にはびこっているこの宗教社会のことを言ってるんじゃないでしょうかね、それらを人類の恥だと書いて、書きましたけど、それは今、今もそれは変わりませんと、こう、う、えーまあ、歌ってですね、その中で、苦が,がしくは思ってましたけど、この安倍さんに対して、ここで初めて言及してるんですね、安倍は本来の敵ではないと言ってるんですね。 敵は違うんだと、統一教会なんだと、その指導部なんだと、安倍は違うんだと、はい、ここなんですね。ではなぜ狙ったのかということなんですがねえ、あくまでも現実世界で最も影響力のある統一教会審判の1人にすぎません。これはあの現実世界で最も影響力あるがどこにかかるかというと、この審判、つまり安倍。 安倍さんを現実世界で宗教が仮の世界だとすると現実の世界で最もこの統一教会に影響力のあるものだとの人の教育え統一教会の審判の1人って言ってますねですから審判は大勢いるんでしょうでその中の1人ワン・ノブ・ゼムだと言ってるわけですねですから最も憎いやつだとは言ってないようですね はい、ではなぜ安倍さんを選んで殺害したのかということなんですけれどもねえ、ここで文一族を皆殺しにしたくてもそれはできない、私にはそれが不可能なことは分かっています、ね、で分裂には一挙に叩くのが難し,難しいという側面もあるんです、これはちょっと分からないんですが、文一族は分裂してますよね、ですからこれをあの一気に叩くということは、それはえ分裂した数だけやらなきゃいけませんので。 無理だろうと。だとすると頂点を叩けばいいんですが、まあ、それも無理だろうと。物理的に無理だろうと。まあ、こんな風に読めるわけですね。で、えっと、現実に可能な範囲としては、あのちょっとこれ、日本語読みにしますが、反ンツル本人。無理なら、少なくとも文の結族の一人には死んでもら,えもらうつもりで、まあ、それで恨みが晴らせるかなということで、 鶴子やその娘が死ねば三男と七男が喜ぶのかなとだからこの分裂していった藩一族のね誰かを殺せば誰かが喜ぶとこれではちょっと本末転倒というかあの自分の恨みは晴らせないからあと読めますねあるいは統一教会が再び結集することになるかもしれない、えー、殺されたことによって 分裂したのが再び結集することになるのかこれは得策ではないと私には読めるんですねまあいずれにしても無理だし自分の目的には沿わないので事前の策だとこういうふうにどうも読めてくるんですねはいそれでまああのあまり具体的なことを書いてないところがまた一つの意味なのかなとはい えとこのルポライターの方に手紙が渡れば自分がまあ失敗し,しようが成功しようがもうとにかくそれは監獄に入ってしまうことになるんでこのルポライターの方を通じて手紙が公になって自分の意思なりねそういったことが社会に知らしめられるうーんと読みその知らしめる内容をまあうまくこう この程度で止めておくというんですかね、頭のいい人ですね、この人は。はいえー、とお父さんが兄弟ですか、はい、でお母さんが大阪1代、ね、おじさんが弁護士しておられるね、ね、はいえー、奈良の有名進学校に通っていた。あのどうも風貌,風貌でその判断しちゃいけないんですが、非常に理性的なこの目つきといいですね。 いろんなことを目配りして考える、えー、そして最後の一文は安倍の死がもたらす政治的意味これはもうはっきりと殺せると踏んでたんでしょうね、はい、数丁銃を作ってますし散弾銃ですから外さなければ殺せるでもしでその場合に政治的意味結果がどうなるかはもはや 早速と書いてまますねそれを考える余裕はは私にはありませんこれは考える余裕が私にはないというのはとにかく事前の策でこの影響力のある人を殺せば自分のえと恨みのまあ何十パーセントかが達成されるんでそれで妥協しよういいじゃないかとね、はい、ですからそういう意味ですから 具体的に安倍さんが憎くて、かくかくしかじかだから殺すという、そういうシナリオではないので、えその結果、まあ、例えば残された家族が、自民党政治が、派閥がどうなるのかね、あるいは森、崖、えー、桜を見る会、その他、はいですねあの、知ってると思いますよ、このね、はい、山上は。で、そのことがどうなるかは考える余裕は私にはありません。多分 えー、銃撃すれば捕まるでしょうし失敗しても捕まるでしょうし、えー、そうなると監獄が入りますから、まあ、最悪死刑ということもありえますね無期懲役だから考えても意味がないんでそこは、まあとは野隣大和隣みたいにまあ読めるわけですがあのそのことから直ちに対象を安倍さんに絞ったということのこの具体的な意味がですね やっぱりなないいいとは私は私言い切れないですね、はい、もし山上容疑者がこの手紙の続編をもし獄中で書くとしたらあるいは弁護士を通じて自分の腹の内をしゃべるとすればこの安倍の死がもたらす政治的意味結果早速それをもはやそれを考える余裕は私にはありませんというこの続きの意味合いとなぜ選んだか。 というようなところのもう少し細かいことが、えー、国選弁護人を通じて出てくるのではないだろうかと。はい、えー。弁護士の方に期待をしたいと思います。また裁判が開かれるので、また、えー、追ってそういうところが明らかになるんじゃないかと思います。お母さんが出てきませんね。はい。お母さんが何をしゃべるのか、またおじさんも少しずつ喋っていただいているようですね。それから妹さんがいますね。 ぜひあの個,人個人といいますか、あの個人安倍さん個人の弔い、まあの,のためにも喋ってほしいと思いますね。また、あのえー、もし同情の余地が多少とでもあるんでしたら、景気が少なく、少しでも少なくなるように、もう洗いざらい、なんでもいいから喋っていただいてね。 え同情すべき点があるんだったら、それは組んであげて、言語道断の面があるんだったら、それはあの言語道断で通して、この裁判の全容が明らかになってくることを、まあ、期待します。私も母親をえ亡くしましてね、はいでまあ、私に比べると、本当できる、できすぎてるぐらい、立派な母親でしたのでね、私は。 あのそういう人を殺しをする <laughs> 育児もありませんし、でも、まあ、母親に感謝してますねで。母親に感謝すれば、当然それはいい行いをしようということになってくるわけです。これがこの山上さんの場合は、全くそれは真逆、真逆真逆彼の言葉を加えて言えば、はい、全く逆,逆転した母・子関係の中で、えーえー、どういうふうに。 苦しんだのかね。その胸の内をもっと聞きたいと思います。はい。でそれによって景気が軽くなるというそういうことではございませんでね。やっぱり殺伐とした世の中の中で、えもしこの山神が母を愛するがためにこういう行動に至った複雑な心理的な側面がね明らかになってくるとすれば、その親子関係の中で本当に大事なこと。 大事でないことをしてはいけないことがはっきりと分かってくると思いますのでえ第2第3の事件を引き起こさないためにも、えー、警察の関係の方弁護の関係の方メディアの関係の方ねとにかくいい加減なことばっかりペラペラ喋り続けてテレビ局に呼ばれるのを期待してるコメンテーターの人はとにかく言葉をねとにかく慎んでもらいたいと思います。 えまあそういう私も勝手なことばっかり喋ってるんですけれども、はい。あのつい最近母親亡くしたばかりでね、えー、非常にこの、なんて言いますか、あの同情するところが非常に大きいです。はい。その気持ちがこういう、まあ、あの、ビデオになってるということで、動画になってるということで、多少言い過ぎてると思いますけれどもね、お許し願えたらと思います。はい。えー、またいろんな事実が明らかになろうと思いますが、 一旦ライブを終了してまた続編をお届けすることになると思います。